もうこういう服しか僕は愛せないかもしれない。はい、久しぶりにこのスタジオに戻ってまいりました。今日はね、僕の服選びのもう3つ、もうこれね、雑誌の原稿でも今まで何度書いたか分かんないんだけど、これ3つがあるんですよ、俺の服選び。やっぱりね、一番は長く着たいんです。長く着たいんです。だから頑丈じゃなきゃいけない。そんな時にですね、ここにね、ちょっとね、用意させていただいたシャツ、これね、ナイジェル・ケーボンがもうずっと定番で出してて、俺もいろんな色で持ってんだけど、ブリティッシュオフィサーシャツと呼ばれてるやつですね。ブリティッシュオフィサーシャツっていうのは、つまりどういうことかというと、昔のイギリス軍のですね、将校が着てたシャツをモチーフに作られたナイジェル・ケーボンのね、シャツなんですよ。これがね、まあ頑丈です。すごい頑丈な生地使ってます。オックスフォードの素材で、生地はね、もともとヴィンテージのフレンチワークのトラウザって言ったかな、ヴィンテージのフレンチワークからで、それを参考にして作ったというですね、日本で作った生地なんですよ。日本で作った生地なんです。だけれども何が頑丈かっていうとですね、生地がただ厚いから頑丈だよっていうことじゃないんだよ。これ同じシャツです。見える？これ、普通ね、そういう強さ強度をね、皆さんメーカーさんたちテストするんです。製品にした時に10回とか15回とか選択してみて、あ、これだったら大丈夫、商品にできるねってやるんですけど、何回だと思う？30回ぐらい洗ったのかな、40回ぐらい洗ったのかな。想像するかもしれませんが、なんとこれ100回洗ったんだって。100回水洗い、すごくない？100回洗ってテストするっていう、その時間のかけ方。これ同じサイズをわざわざ用意してんのよ、実は。52わかる？全然丈の縮みとか、まあ多少はそれはあるだろうよ、普通に生地だから、綿の生地ですからね。だけれども型崩れしてない。100回洗って何が分かったかっていうと、やっぱかっこよくなるなっていうことが分かってるんですよ。この風合い見て、この前立ての風合いとか分かる？色の抜け感とかさ。でね、シェルボタン、ミルスペック仕様のシェルボタン、これね、ここ貝でしょ、このテカリは貝なんです。100回洗っても取れなかったらしいんだよね、袖とかも。シャツのボタンって実はね、すぐ取れちゃうものとかも結構あるんですよ。それがね、なんともなかったって。これは驚く。でね、自然とこうやって100回水洗い、このエイジングというのかな、なんか風合いがむちゃくちゃ増すでしょ。これがね、僕のね、2番なんですけど、服選びの基準の、着込んでいく中で古くなる、ボロくなるではなくて、風合いが増すっていうのはね、デニム履いてもそうだろうし、革ジャン着てもそうだろうし、いろいろあると思うんですけど、シャツもやっぱりこうやって着込んでいくことにかっこよくなっちゃう。シャツ、これってすごいね、大事なポイントなんですよ。で、100回洗いました、2年経ちました、まだ形も崩れてませんってなった時にだよ、なんかさ、こう、もうこの形ってさ、ちょっとあの頃は良かったけど今恥ずかしくて着れないよねみたいな、寂しいことにならないっていうことが俺はすごく重要で、実は好きな服はね、5年前の10年前の、もっと言うと20年前から着てますみたいな、そういう服って心奪われるわけですよ。もうね、デザイン、スタンダードなデザインというものは飽きが来ないんですよ、デザインに。だから何年でも着れる。飽きの来ないデザインの服を選ぶっていうのはやっぱりすごい実は重要なんですよ。このシャツ、なんとね、ナイジェル・ケーボンでもう10年以上ずっと同じ形をやり続けてるんです。ずっと売ってるんです。見どころがあってね、例えばこれボタンダウンなのね。
一応パッと見普通のレギュラーカラーに見えるんだけど隠れてるんです。ボタンダウンが表にボタンが出ないタイプのボタンダウンだったりとか、インして着るっていうのがね、もともと着るもんですから、ショートブラケットの下のところが R になってて開かないようになってるとかね。カラーバリエーションもさ、いろいろあって、白もありますよ。白もあるし、これダークグリーンね、サックスブルー、これも100回洗ったやつだからね。100回洗ったやつ、ステッチの部分とかのこの雰囲気、こういうところが、まあ頑丈だからこそこうやって残るんだよね。頑丈じゃないシャツはもういいとこ釣れちゃうから、おすすめ、絶対おすすめ。このシャツもう何年でも着てください。何回でもガシガシ洗ってください。で、じゃあ実際ちょっと着てみたものを、着ている姿を見てみたいっていう声が俺はそこから聞こえてくるんで、カメラの奥から聞こえてきたんで、ちょっとね、一番僕らの周りでですね、本当はナイジェル・ケイボンさん本人に登場してもらいたかったんですけど、まあ、ちょっといなかったんで一番ナイジェル・ケイボンさんに近い人を選びましたね、はい、なあれ、コナイジェルさんですか。ナイジェル元です。ナイジェル元でナイジェル元着てるのがまさにこのシャツなんですよ。で、白系もある、白いシャツ新鮮だね。そうですね。で、このネイビーのこれマロリージャケット、これももうずっとナイジェル・ケイボンの定番でやってるマロリージャケットというね、ハリスツイードとベンタイル、ここベンタイル使ってて、肘もベンタイル、そうね、似合うね。おそす、似合うね。ありがとうございます。ちょっとそんなもうナイジェル・ケイボンのブランドのド定番、ド定番服のね組み合わせで出てもらいます。例えば襟の感じ、さっきボタンダウンだよって言ってたんですけど、こういう開き、意外とこのワイドな感じの開き方ね、うん、いいだけどボタンダウンになってるって、これいいよね、すごくね。なんか言えよなんか言えよ、ね、そうですね、ナイジェル元さん、なんか言ってくださいよ。いいと思いますよ。いいと思いますよ。ボキャブラリーないな、この男。全然なのかいや、ほんとこれいい。いや、もうほんとね、がっかりだよ。似合う。がっかり。がっかり。意外と、今ってさ、こう、シャツなんかタイトに着る人もいいんだけど、このざっくり感、ね、生地もこういうオックスフォードの厚手の、なんていうかな、ざっくりした感じの生地なんだけど、シルエットもスタンダードな感じで、無理にシェイプしてないところ、そうですね、なんかそう、さっきのね、ここの部分、ここの部分わかる、前立ての下のところね、これが何のためにこうなってるかっていうのを着てみるとすごくね説明しやすいんだけど、まあ、皆さん経験あると思います。一日動いてると、着て動いてるとだんだんこう開いてきちゃうんでね。そうですね、開いてきて、こう開いてきて、ここへお腹が出ちゃうんで、なりがちですね、おけけが、なんでそれは出ない出ちゃう、ここが出ちゃうのをこれでこうかぶせてることによって開かないんだよね。あれ、せっかくかっこいい格好してるのに、あの人へそのとこ出てるみたいなことになり、なりかねないんで、そういうのも昔のイギリス紳士はですね非常に気を使っていましたんで、こういうディテールが生まれてるんですよ。出して着るときは逆にここはもう外しちゃって、そうっすね、外しちゃってラフな感じで、すぐビジネスシーンで着ようと思えば白なんか特にタイドアップしてもいいし、そうですね、こうやってラフに出して着ててもニョーニョー、すごい、わざとちょっと俺分かってるシャツ着てるだろっていうアピールにもなるわけですよ。こうそうそうそう、こういうのがわざとこう開いてね、これサイズ50でしょ、これ50です、ね、50着てるでしょ、はい、あなた身長が170で、普段はどのぐらい着てんの？ M とか L とか、まあ多分ジャストできると M サイズで、うんうん、まあ、ただ最近は L サイズが多いですね。 L サイズを着てる感じの人で50だよね。これ今ジャストで着てる、こっち52なんで、はい、ちょっとこのグリーン上から着てみて、上から上からシャツオン、ね、シャツオンシャツが、ね、このグリーンがさ、なんかちょっとジャケット着てるような雰囲気でさ、おしゃれ、ちょっとおしゃれな人がもうどんだけナイジェル・ケイボンの売り上げに貢献してんだっていう感じの重ね着
で、サイズバリエーション、これのサイズはね、すごいちっちゃいの。これ44かな？44はちょっと。もう44って多分女性とかが着てもかっこいいと思う。女性かわいいですね。ね、女性が着れちゃうサイズかな。というわけでですね、このナイジェル・ケーボン、ブリティッシュオフィサーシャツ。僕の洋服選びの基準、すべて満たしたシャツ、これ。もうこういう服しか僕は愛せないかもしれない。ね、まずはそこから、まずはそこから、いいですね。ぜひ挑戦しましょう、これ。いいと思います。